はい、どうも、佐藤でございます。今回はね、職業別のおすすめ装備や豆知識などの後編ですね。剣術、魔導士、弓術といきたいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、魔導士と弓術はエアプなので、まあ、強そうだなって思う武器をね、言っていこうかなって思います。まあ、詳しくはちょっと話せないですけど、申し訳ないです。それではまず、こっちは喋れるので、剣術士行きましょう。剣術士は、もう基本的にメイン武器、メイン攻撃武器、サブ攻撃武器、バフと後退バフとマグ、ボトルですね。これが間違いない編成になってます。で、まあ、今回の強バフ再びはちょっと3つ、まあ、道具があると、良いので、ちょっととつれてる、こちらを入れてる感じですね。これたまに回避できるんで、非常にいいです。ここからが解説になります。まず1個目。ミトラ、クレイモア。はい、こちらは、もう最強武器です。万事です、こちらは。はい。敵単体に火ダメージアップ付与するので、まあ、こちらもね、火力アップにつながると。これ自体がね、火力極大で非常に高いのに対し、さらに火ダメージアップできる武器。まあ、これは必ず編成してくださいと。で、この枠ですが、まあ、今回は強馬。水なので、水属性の攻撃武器。まあ、本当は水で全部染めるのがいいんですけどね。あんま引けてないので、こういう感じになってますが。まあ、これはクエストに強い武器を入れる枠で考えてください。で、これ水属性なので入れてます。で、ちなみにこれ魔法火ダメージダウンなんで全然意味ないです。今回は。はい。で、もう一個。こちらはストーンエッジへ後ろに下がる、武器ですね。剣術の特徴的な武器になってます。物理用ダメージアップ 60% 7.9 秒。いいですね。これを使った後に攻撃するっていう流れですね。なので、まあ、これは、聖道士のクリスタル系と似てますね。まあ、これ使って攻撃出すという話です。で、これもね、ありますね。クリスタルイーター 7.9 秒 200% アップ。なので、これはね、2倍になるんで、かなり強いです。もうこの、火ダメージアップ付与とかは一旦置いといていいんで、これアタッカー色なんで、デメリットあろうが火力出せれば勝ちです。まあ、これは、敵が攻撃してきそうな時はストーンを使い、猶予がある時は、これ、クエスターイーターを使うって感じでバフを分けて、まあ、どっちもね、7.9 秒なんで重ね書きはできないんですけど、まあ、そもそもグループ一緒かもしれないんですけど、まあ、できないんで、まあ、どっちか使い、これで下がって、クリティカルを上げ、フォーチュンカード。で、特大攻撃、極大攻撃、クエストの特攻の武器で攻めるって感じになってます。で、後ろ下がれる武器は3つぐらい入れておいて、これはクエストによるんですが、入れておいて、まあ、ラストはね、これ回復で下がれるやつ、本当はボトルが一番いいです。この種じゃね、回復間に合わないんですけど、まあ結構ね、これ小回り効くんで、回復できるっちゃ回復できますね。ボトルは1回使うと200秒ぐらいになるんで。まあ、クールタイムがね。まあ、なので、いいんじゃないかなって思ってます。で、防具はほんとマスター装備がいいですね。まあ、ただ、ミトラシリーズも、物高高くて非常に、無課金なら非常にいいんですけど、やっぱり、防具持ってる人、マスターシリーズ、2、3突してれば使えるかなって感じ。今1突だとちょっと本当にね、ステータスが低すぎるので、この物理用ダメージアップしたところで、やっぱり、こっちの方が強くなってしまう、と思ったので、僕はミトラを装備してます。で、ここ探索してればね、本当はダメージ、物理用ダメージアップの武器じゃない、装飾が出るんですけど、今日ね、300個ぐらい石割ってやったんですけど、1個も出なかったんで、まあ、これ、突も考えると非常にきついなって思ったんで、まあ、これが、無課金の人にいい編成になりますかね。本当は、防具も全部余ダメージアップ系にすると火力が高くなり、さらに、このね、スキル、属性補正だね。これ、水が 11% になってて、まあ、他が9とかになってるんですけど、本当はこれ 30% ぐらいまで補正いくんですよ。武器を、全部水にし、
補助も全部水にすると 30% ぐらいいくんで、本当に最高火力編成はそういう感じでやります。まあ、これは後々目指していく形になるかなって思ってます。はい。属性のね、補正知らなかった人はここで見れるんで、まあ、これ見ながら編成してみると良いかもしれません。次行きましょうか。魔導士ですね。魔導士は本当にこっちでも使ったことないんですけど、まあ、これはパパって話します。まあ、魔導士のね、見る限り、全体攻撃が強いので、まあ、このミトラ系の特大全体攻撃は非常に有能だと思います。で、防具もさっきの、剣術みたいに、魔法4ダメージアップのやつが、まあ、今日は再びできてるんで、こちらね、火力出しやすいかなって思います。で、あとはね、魔導士の特徴はバフ自分に貼ったりヘイト減少したり竜神が上昇したりすることだと思うので、まあ、純粋なアタッカーやるんだったら剣術の方が強くなってしまうので、まあ、竜神化ゲージをね、いかに使いこなすかっていうのも重要になってくると思うので、竜神化上昇のね武器は2本ぐらいセットした方がいいのかなって思います。はい、他はちょっとわからないので申し訳ないです。はい、最後弓行きましょう。弓わかんないっすね。バフがね、ちょっと弓についてはちょっと編成がわからないので、ちょっと豆知識だけ言おうかなって思うんですけど、弓のバフは魔導士とか剣術士が使うバフとはちょっと別のグループで多分属されてると思うので、まあ、高速周回するときは弓が必須になります。で、弓非常に強いです。現状今1位2位の人、弓使ってると思います。で、この弓見る限り非常に少ないですよね。ストーンスナイパー、物理用ダメージ、魔法用ダメージアップ、ミトラアルクがやっぱ強いですよ。ちょっとね、バフとデバフメインに編成したらいいかなって思います。攻撃系は別にいらないかなって思ってるんで、その辺ちょっとやってみるといいかなって思いますね、弓の人は。で、回避上がんないですね、弓って。はい。ごめんなさい、弓の方は申し訳ないです。こんな感じで終わるのもなんなんですけど、今回の動画は以上になります。参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。